はい、こんにちは、フリスビーです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、監視資本主義、デジタル社会がもたらす光と影という映画をおすすめ紹介していきたいと思います。はい、監視資本主義、デジタル社会がもたらす光と影、2020年の映画になります。現代はザ・ソーシャル・ディレンマとなっております。こちらですね、ネットフリックスのオリジナルのドキュメンタリー映画となっています。ソーシャルメディアの闇に焦点を合わせた内容となっています。私たちね、普段 Google ですとか YouTube、Instagram なんかもね、無料で使っているんですけれども、これってね、一体どうやって収益を上げてるんだろうって思ったことありませんか。で、この映画で言われていることは、無料でサービスを使っているのなら、商品はそのあなた自身だよっていうことなんですね。ちょっと怖いですよね。で、この映画に出てくるのは、Google や Instagram、Facebook なんかで、初期のね、開発メンバーとして活躍した、功労者たちですよね。その人たちが一斉にソーシャルメディアに警告を発しているっていう、そういう内容になります。で、その人たちが言うには、私たちはソーシャルメディアで情報を選んでいるのではなくて、選ばされているんだっていうことですね。で、それは SNS のアルゴリズムだと言っていますね。で、このアルゴリズムがどういうものかというと、ユーザーのすべての行動は監視され、記録されていると。で、おすすめとかによく出てくる広告とかありますよね。ああいうのも、なんか出てくるときに瞬時に入札されてですね、それが企業の利益になっているっていうのが明らかになってきますね。ね、ちょっと怖いですけどね。で、問題はそのアルゴリズムが人間に制御できなくなってきているっていうことなんですね。で、そのアルゴリズムを作った人たちも、もう直すことができない領域までアルゴリズムが拡張されちゃっているっていうんですね。で、もう一つの問題は、民間企業なので、それが利益第一であるっていうことですよね。つまり情報の善悪の判断をしないというかできないですよね。それが一番の問題かなと思いますよね。で、それが如実に現れたのが、いわゆるヘイトスピーチの問題ですよね。で、こういうのはですね、同じような主張がお勧めされて集まってきて、異論は受け付けないみたいな感じになってきまして、ハマっていくんですよね。で、これが具体的になったのが、ミャンマーの少数民族、ロヒンギャの迫害ですよね。これも SNS のヘイトスピーチがきっかけで始まったということですね。で、もう一つがアメリカを中心とした世論の二極化ですよね。どっちかしか支持しない、中間がないっていうね。
まあ、先日もアメリカの議会にね、突入したりっていうことがありましたけれども、こういうね、非常に偏った状態になっていると。それも SNS のおすすめの弊害だっていうことですよね。まあ、つまり違う方の意見を聞かない。もしくは叩く。それはおすすめされてこないから情報が偏っているっていう、ことなんですよね。で、結局どうしたらいいのかっていう、ことなんですけれども、まあ、自然にですね、客観的で建設的な人間になろうっていうことなんですよね。もう、至極当たり前なんですけどね。で、業界の側としては、莫大な情報を集めるソーシャルメディアに法的な規制をしないと、もうこれはどうにもならないということですよね。例えば、個人情報を集めることに対して、税金をかける。課税するんですね。こうすれば、無駄に情報を多く集めたりっていうことが抑止できるんじゃないかなっていうことを皆さんおっしゃってましたね。このね、ソーシャルメディアの問題、非常に身近な問題なので、とてもね、深刻に私は思いました。皆さんもね、ドキュメンタリーなんですけれども、ミニドラマも入ってたりして、非常にね、見やすくなってますので、ぜひ皆さんも見ていただけたらなぁと思います。はい。今回は、監視資本主義、デジタル社会がもたらす光と影を紹介しました。またね、映画の紹介をしていきたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。